Google。 あのスティーブ・ジョブズがアップルを作った場所ってことで。What's up, everybody? 凌介っす。いやー、今ね、みんなこのキャラクターに見覚えあるんやないかな。俺は知っちゃったよ。今どこにいるかというと、ここでーん、 Google の本社に来ちゃうよね。いや、ってことでシリコンバレーに今到着して、今からね、シリコンバレーといえばやっぱり有名企業がむちゃくちゃ集まっちゃう、まあ、世界的にね有名なとこなんで、まあ、そこで、まあ、一番有名ぐらいやな、やっぱ Google やから。で、 Google の本社ってなんか見学できるよね。やからちょっとみんなにこの Google の本社、しかも俺 YouTube で活動させていただいてるんで、あの YouTube といえば Google なんで、 Google の傘下にいるんでお礼参りをしたいと思います。早速中に行ってみましょう。いや、中にどんどん入ってきようやけど、なんかやっぱめちゃくちゃ開放的やな。外にこんな広いテラスとかあるし、多分今ここはまあ入れんないけど、まあ、イベントとかで多分使うんやろな。で、なんかもういろいろ見える、この全部、この辺の全部建物ガラス張りになっちゃって、とにかく広いわし、多い建物が。そこ食堂かな、まあ、多分ね、もう多分食堂とかもむちゃくちゃあるの。見てやろ、先とかさ、ほらすごいな、これ絶対恐竜の音声、リアルやな。これオフィスよ、オフィス、信じれんよな。あそこ見てや、あそこバレーコートある。とにかくね、もうまだちょっとしか歩いてないけど、むちゃくちゃ広いし、建物が多くて、もうめっちゃでかい大学みたい、日本にある田舎にあるなんかマンモス大学みたいな。とにかくむっちゃ広いわ。人種はやっぱ結構さまざまなんやけど、やっぱインドっぽい人が多いなと思う。なんかシリコンバレーってインド人の人がやっぱ最近めっちゃ増えちゃうって聞いちゃって、っていうのはなんかやっぱ IT 大国やから、でやっぱ優秀なプログラマーの人とかめっちゃいるやって。で、まあその噂通りやっぱインドの人多いわ。あとアジアの人もね、意外に多い。だけど日本人っぽい人とはまだ一人もすれ違ってないかな。なんか Google のさ、文字があるやん。 Google の文字ってこうカラフルやと思うんやけど、そういうなんかあれが多いね、色、カラーが。で、今こっち来たんやけど、もう完全にショッピングモールやん。やばいやろ、でかすぎる、マジで。多分いろんな場所にいろんなセクションがあって、あれなんやろうな、そこによって、なんかキッチンカーとかもあるし、あそこに。めちゃくちゃ人おるわ。もうここだけ見たらマジで会社ではない、完全に。ほとんどでも多分 Google の人なんやろうな。観光っぽい人はほぼおらん。お、やばい、日本や、カレーがある。おいしいやって、おいしいってお店や。イエー、ジャパニーズカレーやって。値段が気になるな、ちょっと見てみよう値段。すげえな、一番人気なんやない、カレーが。分かったわ、謎が。みんなさ、なんか社員証みたいのでピッてやりようけさ、あっから引き落とされちゃうかなと思って、いくらか分かんねえなと思って聞いてみたら、ハッバッチつったら、ハッて言われて、ハッて言われたから、あ、うんってなって、よくよく聞いてみたら、社員はもう全員無料らしい。素晴らしいな、Google さん、すげえわ。もうこれ全部無料なんやわ。これなんかジュースとかもあるみたいで、これも無料で多分全部飲めるんやと思うわ。いいなぁ、やっぱ多分かなり多国籍な企業やから、こういういろんな多分国の食事を用意してるんやと思う。これこっち見てよ、またこっちやけどさ、やばくない、これもう会社ではない。Google のこのカラーに合わせてペイントした。この敷地内が多分広すぎて、これ従業員も使うらしいよね、こういうバイクがあると。よくこれ写真になってるんで、人気のやつなんで一応触っておこうかなっていうだけでした。やば、広すぎてもう道路も当たるわ。これずっと道が続いちょって、多分ね Google の敷地がマジでめちゃくちゃ広くて、でその中に Google ストアみたいなのがあるよね。で、冒頭撮ったところが、まあ、Google の本社の入り口みたいな感じで、ストアがもうかなり離れちゃう、もう奥地なんやけど、そこが多分最終目的地なんで、そこまでちょっと行ってみようかな。あ、見えたよ、 Google ビジターセンター。ちょっとね、今ね逆側が Google の本社やったんやけど、そう、あっちがそうで、こっち側入るとちょっと
とまあ脇道なんやけど、 Google 専用のなんかねストアみたいのがあって、ちょっと俺も中何がわからないけど、わからんからこそちょっと中行ってみようかなということで行きます。やっと着いた。多分本社のとこから歩いて10分ぐらい。あそこが多分 Google のストアやな。早速入ってみるぜ。やばい、めっちゃ可愛いのがある。Google の多分公園やな。可愛いな、ここすごいよ。ほら、このキャラクターちょっと忘れたけどね、お前アンドロイドのやつすげえ。あ、これクッキーモンスターや。これもう Google なんやな、全然知らんかった。むしろ、これよ、もう。あ、こっち、ピットコットや。何もうごちゃ混ぜで分からん。いやー、 Google の本社マジでおもろい。っていうかもうね、すごい素敵な場所がありすぎて、もうこっち行ったりこっち行ったりこっち行ったり、もう興味はむちゃくちゃいって、もう何見ちゃうか忘れてしまうぐらいなんやけど、ようやく最後ちょっといろいろこう言って申し訳ないけど、最後ね Google ストアに入ってどんな感じかっていうのをみんなに見せたいなと思うんで、もう近藤さん必ず行くよ。Google。すげえ。Google のストアなんてあるんやな。日本であんのかな。うわ。Google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 。YouTube、 Google マップ。 Google さん、すげえわ。すごかった。で、何がすごいかって、いや、それオフィスもバカでかいよ。まあそれもすごいけど、なんかね、もうみんなが自由。ちょうどなんかね、帰り道もうランチ時間になって、すげえ人が出てきたんやけど、食堂の数も半端ないし、カフェもめっちゃあるし、それが全部無料やし、なんかね、みんなどこでも働いちゃう感じ。なんか縛られてない感じで、みんな自由にこう開放感ある場所で働いちゃう感じが、なんかいいな、すごいなと思ったな。まあアメリカの企業ってこんな感じなんやろうな。いや、 Google の本社楽しかった。でもね、シリコンバレーでもう一個だけ行きたいとこあって俺。それがですね、あのアップルの創業者、スティーブ・ジョブズの、スティーブ・ジョブズがアップルを、アップルを、あ、これそれ今言えんかったんやけど、あのアップルの創業者スティーブ・ジョブズのね、アップルを創業したという有名なガレージがあるよね。ガレージっていうか家、そこにね、ちょっと、はい、到着しました。もう、よっしゃー、着いたー。ここはパロアルトっていう場所かな。ここがね、あのスティーブ・ジョブズがアップルを作った場所ってことで、なんかアップルガレージって言われちゃうよね。ちょうどあそこ、あのガレージの中で、あの超有名企業アップルが生まれたっていうことで、スティーブ・ジョブズとスティーブ・ウォズニャックという2人が、あの伝説の企業を作ったってことやな。でここはなんかね、ちょっと情報がいまいち正確なのは分からんねえけど、なんかこの建物自体をもう保護するみたいな感じになっちゃって、もう多分誰も住まんとか住めないはず。いや、俺スティーブ・ウォズニャックには実はね、公園みたいので会ったことあるんやけど、スティーブ・ジョブズには会えなかったね。まあ、でもこういう場所に来れてよかったなと。まあ、シリコンバレーは他にいろんな企業があるけど中に入れなかったりもするんで、俺がシリコンバレーでやりたかったことはこの2つ以上でした。チャンネル登録よろしくお願いします。 SNS 概要欄チェックしてね。